エンベリザブチャナニ岩ホウジロは、スズメメホウジロ科に分類される鳥類の一種である。トルコ東部、イランからモンゴル西部までの中央アジアで繁殖し、冬季はインド西部や中国西部にかけて越冬する。日本では、名鳥として、1997年10月に石川県ヘグラ島で記録されており、2008年9月には山形県酒田市飛島で観察された。 2012年11月に愛媛県西条市で記録。体長約15センチメートル。頭部は灰色で、背は肺褐色。喉から腹にかけての体の仮面は淡い大々色だが、赤つ色の部分が散らばっているため遠目には半状に見える。くちばしの色は大々色である。外見は、ツアオホウジロに似ているが、頭部がやや緑色がかっていることと、 体の仮面が淡い大色の単色であることなどの点で区別できる。低山から山地の岩は峡谷に生息する。陶器は平野のアルチや農耕地にも現れる。地鳴きはチッチ。バイアーズ氏オルソニューカーソン J、バンティングススパローズ、1995年、日本産鳥類記録委員会、日本産鳥類記録リスト、 日本長学誌五57巻、日本長、学会、2008年、165から170ページ、板谷博男、結渡る、山形県酒田市飛島における、岩場法宝次郎エンベリザブチャナニの観察記録、日本長学誌六61巻1号、日本長、学会、2012年、148から150ページ。ありがとうございます。